さあ皆さんこんばんは。どうも金子貴俊でございます。いつも急にライブ配信を始める私、どうもすいません。まあ、今日はですね、まあ、ちょっと次の動画も編集しまして、まあ息抜きじゃないですけど、久々にちょっとなかなかできてなかったんで、アベンジャーズをちょっとねやろうかなと。ただあまりにも最近やってなかったんで、やり方を忘れてるっていう。あ、トワコマさん超絶お久しぶりです。メッセージもありがとうございました。どうもりね、どうもりを最近全然やってないんですよ。はい。あ、たいまつさんこんばんは。糸半さんこんばんは。あ、りょうゲームさんこんばんは。初見です。ジャイアンさんこんばんは。マッキーさんこんばんは。あ、さくらさんどうも。ちょっとね、これ音とか大丈夫かな、ちょっと自分でもチェックしてみようかな。よいしょ。あ、でもチェックできないか。今日僕のお誕生日です。どうでもいいけど、あ、おめでとうございます。いや、いいじゃん、めでたいことじゃないですか、お誕生日ね。あ、プニプニさん、あ、すごい、なんかいっぱい。さてやり方を忘れている。戦時中意識を有効化する、やってきますよ。まあ、この間本当チュートリアルみたいのをやり終わったばっかりで全然進んでないんですけど、じゃあ行こう。ハイタッチ、え、どうしよう、全然やり方覚えてないそもそも、まあ進んでいるうちに思い出すか。ボタン、何のボタンの話、もうお話すら覚えてないよこれ。そもそもこれもどこに向かえばいいの今。だって発売日ぐらいからやってないんですよこれ。ここ下行けるね。あ、なんかあるよ。はい、なんか撮りました。あ、コミックね。これここ上がるのかな。おお。あ、なんかあの辺の上に行くんじゃないの、走る。おお、何これ知らない、そんなのできてたっけ。あ、なんか走る。もうすぐチャンネル者数1万ね。え、あの幻の1万でね、ほんと皆さん、ちょどうしたらいいの、どこ行けばいいのこれ。多分なんかこの上行くんじゃないのかな。なんか掴んだりとか、どうしよう。だから久々にやるとこうなるからダメなのよ。いつもこういうパターン、ゲーム新しく買ってチャレンジしても、あ、なんかここにあるじゃん。しばらくやってなくてやり方忘れたりストーリー忘れたりして続かない。この上もいけそうだけどな。いける？お、いけた！こっちやん。どれのこと言ってるのよ。画角綺麗。なんだろう、画角ってうちの画角ゲームのことかな。ナイスー。え、ギア画面を開く。はい、ギアアイテムを装備することに総合的なギアパワーが増加する。ギアパワーのポイントはヒーローのトータルパワーレベルに加算され、ヒーローのステータスを引き上げる。はい、装備中のギアアイテムにカーソルを合わせると。もうなんかよくわかんないよあの説明書読まないタイプですからね僕あ、これに、
これを、あ、これ入れるんだ。ああ、いいじゃん、いいじゃん。なんかいろいろいっぱいついたよ。あ、なんかヒーローギア、なんか。天然ですか？自分では天然だとは思ってませんよ。けど、あと、結構お気楽ですね。説明書読むのがあんまり好きじゃないです。なんか感覚でやりたい。なんかいろいろあるの、コスチュームとか。あ、これ変えられんだ。おうおうおうおお、来たじゃん。来たじゃん。ビットワールドでずっと見てました。ありがとう。なんかすごいいっぱいコメントくれて嬉しいですね。あ、これがコミックのね。はいはいはい。まあいいじゃないですか。何？はい。おうおう、なんか勝手に進んでくぞ。ビットワールド夏井、まだやってますからね、ビットワールド。まだビットワールドはレギュラーでみんなでやっております。で、ここが開いたから、お？いけるってこと？ん？何何？今見落としちゃった。見落としちゃった。ここやって今なんて言ってたの？カマラさんは。多分こっちが開いたんだよね。で？何が起きた？タカティの名前は変わってませんか？変わってませんよ。タカティンはね、もうずっとタカティンです。何がどうなったのかが全然わかんない。見落とした。見落としたよ。ゲーム配信ってほんと難しいよね。皆さんコメント見ながら。あ、何？なんか得た。何かを得た。あ、ここ行けんのかな？ほら。はい、はい、ゴムゴムのでしょ、これ。で、ここ来たけどどうすんの？いや、全然わかんない。どこ行けばいいの、これ。なんか見てるだけでも楽しいですか？ ありがとうございます。楽しんでいただいて。いや、マジで、本当にどこ行っていいかわかんないよ。これだって、何？さっきなんか言って、もう2週間以上やってないんですよ、このゲーム。発売日やった以来。発売して間もなくやって以来。仕事とかでね、いろいろ忙しかったから、やってなかったら、全然わかんない。もう久々にゲームやるとこれだから参っちゃうよな。なんかヒント、あ、ここなんかある。うん、なんか手に入れたよ。いや、サクサクさん、なんかかっこよく進んでるとこ見せたいじゃん。あ、イッテ Q か。ね、もう、本当多くの方がイッテ Q から、ね、来てくれて、本当嬉しかったです。嬉しくて本当マジで感動しましたよ。あんなに人って増えるんだってね。まあ皆さんに楽しんでいただけたようでよかったです。本当。何？ここ登って何するのさ。ここの行けないでしょう。アベンジャー。破壊しちゃうんだ。これ破壊できんのかな？壊れんね。壊れないね。壊
そんな、こんななんか、腑に落ちない進行を見せるつもりじゃなかったんですけど、いや、これね、どうしよう。こういうの、配信慣れてる人なのに、積んだっていうの？積んだよね、これ。なんか今一瞬積んでんじゃないの、これ。だってどこ行っていいかさっぱりわかんないんだもん。どうするこれ。あ、こっちなんかあんじゃん。あ、ここじゃん。あ、これ長押しパワーでほら来たよ、あったよ。そう、これ完全にゴムゴムの実だよね。よしよしよし、なんかいいじゃん、ちょっと思い出してきたよ。よーし、あれ進めないよ、ここじゃないのか。超迷宮、あの上行けそうだよね。行けないんかい。これ今日ずっとこっから出れなかったらどうしよう、配信してて。そんな申し訳ない配信ある？ちょっと誰か助けて助けてください。これどこ行けばいいの？ Help me。 ちょっと何かしらさ、あ、ここにもあんじゃん。はいはい、ここ下行けそうだけどね。ススメンジャーズですよ、ススメンジャーズ。どこからどう行ったらいいの？ちょっと、全然わかんない、全然わかんない。そして私は今何をしにここにいるの？あ、目標って書いてあるじゃん。目標、ミッション、チェーン、トラッキング。ユタの砂漠へ向かうの？ユタの砂漠に向かうらしいんですよ。ユタの砂漠、格納庫から出て上のデッキへ行く。格納庫から出て、来た道戻ればいいの？最初のこっち？もう全然覚えてない。でもここに入ってきたんだよね、多分。入ってきたんだ。格納庫から出るんだよね。もうそろそろプロジェクト Q 入る頃かな。プロジェクト Q。 あ、で、合ってんだよ。これ多分コード合ってんだよね。で、こっから脱出しろって話なんでしょ。だから多分ここ上からさ、あそこに登りなさいよって話じゃない？あ、なんか印が出てるよ。あの印の方に行くんだね。あ、じゃこっちで合ってんの？あ、これはなんかやんの？これどうしたらいいの？
なんかよくわかん、どうしよう。これどうやってそこ行くの？いや、印、どうするのさ。これ行けないの？これ。ちょっと、わからんよ。これ全然超えれないんだけど、ここ。私の、あれ、天性のゲームスキルはどこ行ったの？ いい、ねえ、これ、あそこに行くんだよ、絶対。あれを触るんでしょ？上って言って、上に行くの？上の光ってるところ？どこ？ここ？上の光ってるところ。どこが光ってます？中にある上の光ってるじゃないですか。なんか電話機、黄色い電話機みたいなのですよね。あれを何かするんですよね。でもこれを、これどうしたらいいの？光の差し込んでるところ。段差？全然わかんない。光の段差？こっち？光さしてるよ。天井？天井？やばい、超絶つまらないゲーム配信ですよね、これ。今降りてきたところ、ここ降りてきたね。ここから来たね。ここから来たよ。電話機みたいな上光ってるところ、そう、さっきからそれ殴ろうとしてんだよ。なんかあそこ届かないんだけど。なんか緑色なんか見られたみたいな。まっすぐ見たところ、これ！これ？そっちじゃないね。まっすぐ見たところ、まっすぐ、ここじゃないの？何これ？やり方忘れるとろくなことないよね。まっすぐ見たところ、この野郎。 全然わかんない。 登ったところからまっすぐ見たところ、登ったところからまっすぐ見たところ、全然わかんない。何これ？そんなのある？登ったところから、
もう皆さんどんどん入ってきていただいてありがとうございます。え、登ったところから見て、え、どこから登るの？え、ここで登るんですよね。ここだよね。そこの上、自力でやってください。そうですね、自力でできたらいいんですけどね。これ今、はい、どこからあれ殴るの？こっち？違う道ある？あそこに行けないの？違うね。いやもう超ハマってる。な、人生って本当に悩ませるね。なんかね、いろいろあるね。いや、目の前見えて、なんかいろんなボタンを押してみよう。ゴムゴムの。これ何これ。え、こ、え、これみんなわかるの？階段登ってみて。階段どこにある？階段ってこんなこと言って、その手が大きくなるのなーに。なんかなんだっけ、なんとかマーベルって言ってたよね。階段、これ PS4 ですよ、アベンジャーズ。9月のね、頭に発売されて、発売された時にね、すぐやったんです、1回。で、それからね、もう2週間ぐらい経つね、多分。ズームして電話の上の光を押してみて。何？ズームって？ズーム。もうやり方をね、2週間やってなかったらもう忘れてるわけですよ。ズームって何これ？手が伸びるんだからさ、パッと押してほしいわけですよ。これじゃないの？で、ズームして電話機、どうしよう、ごめんなさい、ズームがわからない。ちょっと待って、違う、やり方がわかんないね。それです。どれです？え、それですってどれです？え、全然わかんない。どうしよう。ん、ズームってどれ？これのことかな。これで、これじゃないの？これでいろんなボタンを押してみるよ。なんか壁に当たっちゃうのね。これじゃないの？詰んだね。完全に詰んだよ。お手上げだ。これはお手上げだ。え、全然わからない。ズームってだってこれでしょ？ねえ、テテナリさん。で、これで多分、殴るんでしょ？殴ってるじゃないか。なんでできないんだ？なんてこった。
金子貴俊チャンネルも一旦ほんと CM 行きたいぐらい、あの今攻略見たいぐらいだわこの黄色いのをなんか電話機みたいの押すらしいんですよ、これを。でも押せないの。でもここで合ってるんですよね。このまま配信終了しそうだよ。やり方も忘れちゃって始めてるもんだからさ、いやわかんない。電話機を押すとなんか進めるんですよ。ここからなんか脱出するらしいんですけど、なんかあんのこれ。長押しでこの、全然いかない。このシーンが今月のカレンダーです。いやもうね、いやもうほんとイサキウォールとオーロラにはかないませんよ。進まん、全然進まん。その場か所から手を伸ばすんですか。今のところただ殴りまくってるの見てるだけ。ね、これさ多分、いやでも間違いなくこれあれなんですよ多分。え、全然どうしたらいいんだ。調べちゃっていいと思います。え、こんなの攻略に載ってるのかな。帰り道、よし、ネットで検索だ。アベンジャーズ、アベンジャーズ帰り道、ボタンの押し方、出てくるか。ん？あ、帰り道あったよ。あ、壊れた窓から、あ、出てきたぞ。うん、ダブルバレルパンチで壁を破壊し進んで、格納庫の赤いボタンを押してクレーンを動かしたら先に進む。部屋に置いてある箱を開け、ギアを装備。あ、何で？ボタン押してないのあるな、なんか向こうに。今攻略見たらなんか、あ、これじゃない？このボタンじゃない？これ。あれ、さっきの関係なかった。あ、進んだよ。さっきのもう関係なかったの。何何、あの引っ掛け、めっちゃ引っ掛けじゃない？あれ。あ、そっか。あ、で、こっちから行くの。これでまたこれじゃない？ほらほら。あ、来たよ！わかったよ！やっぱ持つべきものはネットだね。ネットだよ、もう。ネットで調べたらすぐすぐ。で、こっから行くんじゃん。こっから行くんじゃない？ほらほらほら。あれ？いや、ここさっき来たよ。Why? いや、解決してなくない？これ。で、結局、あそこに行かなきゃいけないだね。あれ、ちょっと待って。解決してないよ。うん。で、再度ボタンを押してクネを動かし、地上に戻るとイベント？ちょっと
ようわからんでございますね。あ、で、またこれ押せばいいの。あ、そういうことか。来た。いやー、すーごいすっきりした。あ、で、これでいけんじゃん。やってよ、みんな。やった。ほら、やったよ。あー、もう、これか。手伝いさん、全然、もうだ、全然 OK よ。そんな、ありがとう。もうみんなで、みんなで進めよう。すいません。ちゃんとこういうの読まん、聞いてないとね。もう足しびれてきちゃって、今、なんか集中してたら。これからどうすればいいかなって、その前に僕どうしたらいいかなって、今すごい。あ、なんか来たよ。敵来た。や、よーし、やっと戦えるぜ。オレオレイエイエイホーレイ。なんかやり方忘れてる。まあ、とりあえずな、防御とかどうやったっけ。もうなんとなくオッケーオッケー。いやー、うわー、いいね、気持ちいいね。ちょっとストレス解消なんじゃないこれ。すっきり、よいしょー、やっとアベンジャーズらしくなったんじゃん。ええー。あ。おいおいおい。どうだどうだ。よし。で、どこ？右。あ、来たじゃん。はいはい。あ、やめてな。ちょっと、レディを殴るのよくないよ。あんたたち。よし。おりゃなんか怖い、これ爆発、そういうの良くないじゃん。優しくして、優しく、よっしゃー、どうだ。あ、なんか強そうなの来たよ。いやー、いやいやいや、そういうのはさ、なになに、え、赤の攻撃インジケーターが表示されて、敵はブロック不能攻撃を仕掛ける。この攻撃はカウンター負荷の下で回避のみ。まるで回避する。はい、まるで回避。当たってんじゃん、当たってるじゃん。もうやめてよ。よいしょ。もうですよ。あ、なんかちっちゃいの出てきた。中からちっちゃいの出てきた。おー、また、どんどん来るじゃん。オーシャンズ金子のロケって好きですか？好きですよ。あの、コメントを、すいませんね。あの、見る余裕がなくてちょっと見落としてますが、皆さん。あ、落ちちゃった。ほら。ダメだ。あの、ゲーム配信してる人ってすごいね。ゲームやりながらコメント答えたりね。30分迷子だったね。そうですね、もう申し訳ない。もう、もう、いやー、何、今ので僕は亡くなってしまったので、何、どうしたらいいの、降りなきゃいけないの。あ、でいいんじゃん、ここでいいんじゃん。あ、そういうところに出てくる。逃げなさい。いや無理だよ、これは無理だって。その数は無理だよ。何、 L1 と R1 で、おーおー、何、どうすんの。あ、でっかくなっちゃった。え、すごいね。やばい、アベンジャーズめっちゃ面白いじゃん。あ、あ、そんな、もうちょっとさ、いいよ、手加減、優しく、優しく。めっちゃ強い。うわー、エルバフの民のようなね。うわー。もう何、何でもありだね、このゲーム。すごいよ。
ちょっとね、今日プレイステーション5のちょっと発売日もね発表されてたから、ちょっとこれから楽しみですよね。いやー、あ、はい、いやー、あ、戻っちゃった、ちっちゃくなっちゃった。お、ハルク来た、ハルク、わあ、マヨネーズさんおやすみなさい。健康的でいいですね、この時間からね。まあそうだよね、やばい、どうしよう、面白くなってきちゃって。いや、ハルクといいじゃん、共闘して、ウェイ、ああめっちゃ面白い。あー大きくなったよ、ハルクよりな、下手したら大きいじゃん。なんかクラクラさ、あダメじゃん、あれどうした。あ、じゅんちゃん明日早いから勉強しないとね、みんなおやすみなさいね。明日もいい一日になりますように。コメ欄見てね、でもストーリーも見ながらコメ欄見るのすげえ難しいっすね。もうすぐね1万ですよ、ほんと。編集中に3000人ぐらいが急に消えてた時はめっちゃ焦りましたよ。あ、なんか嘘ついたみたいな感じになっちゃうと思ってね。ゲーム実況、片目でゲーム画面、反対の目でコメント見てるよ。すごいね、すごいな、そんな器用なことが。タールトン、誰タールトン。ああ、これあれじゃん、そうそうそう、キャプテンアメリカをね、そのタールトンが閉じ込めたんだよ。はい、おやすみなさい。ね、すごい初見の方ね。はじめまして、ようこそ。ゴリラってさ、素晴らしいよね。うにょあにょ、あ、びっくりした、コメントかと思った、名前だ。エンドゲーム見ました。多分あのアベンジャーズ大体見たんですけど、でも僕アベンジャーズと X-Men もごっちゃになってんですよね。ウォーターボーイズの人ですか。そうですよ、
うん、アベンジャーズ最終回見ましたよ。見ました、見ました。なんかキャプテンアメリカとアイアンマンがちょっとなんか仲悪くなってましたよね、その前。なんかすっごい強い敵が来てて絶望的なところ、あれなんか誰か亡くなっちゃったんじゃない、ね、X メンと混ざってんだよな。はい、おやすみなさい。切ないね。スターロードが最強です。いや、ほんとアベンジャーズのゲームやってますけど、全然詳しくないんですよ。こんばんは、ゆきゆきさん。あ、撤回されちゃった。あ、アルファ7C ですよね。そう、すごい一番僕が欲しい感じの用途ですよ、あれ。実は言ってなかったですけど、 YouTube ではアルファ6600ナと ZV-1 実はこの間買えまして、その時アルファ 7C のこと知らなかったんでね。オーシャンとかのいつも運いいですか。いや、普通ですよ。海、オーシャンズの時だけ本当になんか急に発揮するんですよ。それ以外ついてない時はついてないですよ。だって言うなれば1万人突破って動画も幻に終わってる不運ですからね。ね、動画編集してる時に3000人消えるっていう、まさかなね。あ、今度ブルースを操るんだ。仲悪くなるのシビル王。あ、シビル王ですよね。シビル王ってちょエンドゲームのちょっと前ですか。先週構想簡単にめったやつが珍しいっつってオーラ釣れる異常な魚押し寄せて、オーシャン面白い部分で貴重映像が薄れ軽くなってる。ああ、船酔いは全くしないですね。船の上で配信しましょうね。え、電波がね、ネット環境がねないですからね。シビルウォーってもう2つか3つ前なんだ。映画見てももうすぐ忘れちゃうんだよな。オリンピアを目指してアーカイブの入り口を探す。あ、1998年のハードディスク、まだ MO とか使ってたのね。もう今ないもんね。長押しでいいね。半端ネイチャーだね。
あ、初見です。こんばんは。映画館行くときって声かけられたりするんですか？あー、声かけられるときもあれば別に全然気づかれないときもありますし、いろいろですよ。こっち行くの？ん？どっか行けばいいの？これまたあれ、カマラと話してる、カマラと話してるのもあれ、なんか忘れちゃったな。なにこの上行くの？じゃどうしたらいいの、カマラちゃん。あ、ここね、これね。芸能人で一番仲がいい人は誰ですか？あー、難しいですね。まあ、一番って言うと、まあ、レミオロメンのミュージシャンのドラマーの神宮寺くんかな。あのね、粉雪とか3月9日の。あ、敵が来た。はい。あ、ハルクになった。はい、どうも、ハルクです。はい、ハルクです。はい、私、ハルクです。あ、何？やり方書いたんじゃん。 R2 を長押し愛してる間、レイジが発動し続ける。レイジの発動中はヒットした攻撃のダメージを増加するとともに意志力が少量回復する。レイジの発動中は暴力が上昇し一定以下のダメージを無力化する。はい、 R2 押してる間、はい、押してる間、あ、この時防御力がアップ。もうめっちゃんこ、いいや、もう地面掘っちゃうもんね。ごっつんごっつん、痛い、おーれー、いいな。もうすごい、こんな筋肉が欲しい。うおりゃー、うれへへい、めっちゃ強い。おしょっこしゃー。ああ、なんか来た来た。ごめんなさい、今なんか今質問が見えたけど、ちょっとちょっと待って。いやー、何よ、ちょっと痛い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 ってば。なるほど、もうひたすら、あ、なんかすごい、あ、なに、どうしたのどうしたの。 L1 押したらすごいことになった。あ、あー、なんかやられてるよ。お、ため技いいじゃん、ため技。はいはい、めっちゃ強い、ハルク。何、どこから狙う、あ、これ、おっしゃー。あ、なんかすごいの来たよ。長押しで狙う L2 で、あ、あ、こういうこと？ R2、 あ、当たったじゃん。ほれ、なんかドッジボールみたいな。ほれ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 、あ、なんか下からも来てる。無理だって、こんないっぺんに一人じゃ。あー、後ろからやね、卑怯だなー。 あ、なんか撃たれたよ。なんかわかんない、なんか使ったどう、忙しいの、忙しいの、のんびりまったりじゃないじゃん、ゲーム配信これ。なんか、あ、取れる、これね、破けちゃったもんね。洋服代大変だね、ハルクは。傷ついた画面にジャンプ。ん？あ、あ、傷ついた壁面にジャンプ。こっち？あれのことかな？これっぽいよね。ジャンプ。おー。
お、登った登った。どこ行くのよ。ああ、そっち行くの。跳躍力がすごすぎてさ、私の想像力では、ちょっと進むところが、ここ。やば、面白いな、これ、やっぱり。こういう据え置き機のゲームは、私は本当ロケで家にいないことが多いんで、進まないんですよ、いつも。よいしょ。よし。こっち、こっち。あ、なんかいっぱいメッセージもらってる。あ、これもこう戻れんのか。芸能界で一番いい人答えたね。おすすめの魚とかありますか？それ食べる方ですか？あ、っていうかこの間イッテ Q であったスジアラ、いただいたんですよ。刺身にして。めっちゃうまかったっすよ。あれも高級魚らしくてすごい。本当すごい値段がつくみたいですね。金子さんが芸能界に行くきっかけを聞いてもいいですか？そうですね。私は18歳の頃、渋谷で先輩に、あの女性をナンパしてこいと命令されて、強制的にナンパさせられまして、そのナンパを、頑張ってした女性がマネージャーで逆にスカウトされるという変なきっかけです。 はい、そんな感じです。あ、明日からテストだから勉強する。あ、頑張って勉強。やっぱね、勉強やった方がいいよ、勉強で。たまにね、息抜きでね、ゲームとかね。なんかあった？どこ行けば。不純。不純だね。不純ですね。お、なんかアイテムあるよ。オーシャンズさん、ゲーム実況とかより魚とか専門の方が伸びそう、ボソ。あ、これな、あ、これ何、表示とか非表示とか、あ、全然表示しちゃう。あ、むすぶさん、ご無沙汰でーす。で、これでいいんだよね。これ多分長押しで壊すんじゃないの。ほらほら、こう割れた。よしよしよし。お疲れ様です。他のゲームやってますか？他のゲームは、今何やってるかな？キャプテン翼？キャプテン翼やってますよ。40代とか僕ら世代はキャプテン翼世代なんで、いや、何気に面白かったです。あ、で、あっち上行けんじゃん。はい。
運エピソード。運か。一回だけ宝くじ一等当たったことありますよ。って言うとみんな多分焦るだろうな。スピードくじ。一等当選金額。5万円。あ、なんかまた敵来たの。わかんないから、注意を引いてるつもり。どうやって行けばいいのかわかりませんよ。失敗があるから成功があるんですよ。どうしたらいいの。これ全部倒すの。敵の数が多すぎてどうやって戦えばいいのか。お、なんかすごいの使ったよ。ああ。おお。もう。すごいの。でも強いんだよね。もうどりゃー。どれがこれ全部倒さなくてもいいってこと？なんかおりゃー、もう圧倒的な強さ。もうね、こんな古典版にやっちゃって、もうどこから撃たれてるの。あなたですか。連打してたら勝てそうです。うん、ほとんど連打ですよ。もう避けるも何もない。え、どうしたらいいんだろう。何この四角は。あ、なんかわかんない。ああ、いいじゃん。これでいいんじゃん。はいはいはい。接近戦。もう。あ、やら、なんか強いの来たよ。はいはい。あれ、全然効いてないじゃん。これブロックしてんの。これどう。わあ、強い。俺強い。いや、このゲームほんと爽快感ね。あれ、これ取れない。ちょっと落ち着いたね。アイテム取って、アイテム取って、頑張ります。イッテ Q で行って一番感動したところは、一番難しいなー。
一番か、構図つけがたいもんな、いろいろな。一番感動、でも毎回が一番感動するもんな。ほんとやっぱ一番新しい、やっぱ最近のがやっぱね、気持ち的にも新しいから、やっぱイサキオールとやっぱオーロラ見れたのはめちゃくちゃ嬉しかったですけどね。まあ苦労したのはなんだろう、まあ、まあいつも大変だからな。まあザトウクジラの群れも大変だったし、もう千本ノック状態、あクジラいた、あ行け飛び込めみたいな、あ無理だった、また船に戻ってまた追っかけて飛び込んでっていうね。これこっちでいいのかな。こうだよね。今ゲーム実況をやられてる場所どこなんですか。あ、これは僕のあの書斎といいますか作業部屋ですね。あ、また敵いっぱい来ちゃったじゃん。よし、オッケー。あ、なんか何この ABCD って。ああ壊しちゃったよ。あ、これいいのね、破壊すんだ。ああいいんだいいんだ。オリンピアを探して、あまたすぐ何か出てきた。どうだ、よっしゃ。あー、なぜか知んないけど腹筋が痛い。なんか僕も力入っちゃう。ギアを開く。あー、これでねポーをつけるの。すごいじゃん、なんか7っていうの来たよ。8っていうのあるよ。6。こんなもんでいいのかな。ギアアイテムにカーソルを合わせてブーストする。全然何言ってんのか分かんない。何これは何でしょう。ギアアイテムに合わせてブーストする。あ、これあーできたよ、ブースト。これでいいのか。めっちゃ強くなっちゃったんじゃない。ああ、あ、タルトンがいるの、こっちに。どこ行けばいいの、こっち。いや、絶対すごい強いやつ出てきそうだよ。
よしよしよし、いけいけ。このもう連打連打連打、打つべし打つべし。長押し、これがめっちゃ強い。あ、なんとなくこれもう無敵じゃない？よし、あー頑張れー、頑張れハルク。どこにいんの？忙しいね。あ、皆さんこんばんは。ドーベルマンイザ、うん、なんて読むんだろう。名前難しいですよね、皆さんね。はい。いいほー。ちょっと落ち着いた。あ、敵いるじゃん。オッケー、落ち着いたんじゃない？これね、ちょっと。ねえ。あ、他のゲーム。すごいです。スピードくじなかなか当たりますよね。その時は一等の金額知らなかったんで、うわ当たったーと思ってね。これだいたいなんか100万円とかじゃないですか、スピードくじってね。だから100万当たったと思ったら5万だったっていうね。あ、オーシャンズ金子シリーズ一番好きです、嬉しいな。お、ハリーポッターさんこんばんは。ロベカルさん、ゲーム筋トレハルクかっこいいね。金子さんブースト、はい、しました。いけいけ。金子さんのゲーム実況面白い。こんばんはです、 MM さん。ねえ、ちょっとあまりにも久々すぎてね、このゲームが。あ、はいはい、よし。これ音とか皆さん聞きづらいとかないのかな、この上かな。なになに、階段なくなった急に。なになに、お、登れたじゃん。よし、だからそ、飛び道具ずるいじゃないの。いた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 。もう圧倒的な強さだけど、あ、これでいいんだ、ドル投げればいいんだ。すごいよね、コンクリートわしづかみ。これ強いんだわ、このなんかシールドみたいのしてんの、これ。やばいやばい、どうよ。もうあかんの、もうやめて、もうやっつけろ。いけハルク、どこからどこから来てんの、あの上。どうやって行くのあそこ。まあ、飛べる飛べる、ハルク行ける、ハルク行けるかい、行ってみるかい。ここか、よっしゃ、いけた。はい、お待たせお待たせ。よーし。あ、やられた。な
んだ連打してたら調子に乗ったなこれ、連動してたらいけると思ってね。いけませんわ。いつか小谷さんとコラボしてください。なかなかね、あの自腹で海ロケは無理です。よし、よし、行け。よいしょ。あ、もう10時になっちゃった。あ、違う、そこで使うんじゃないんじゃない、今じゃない、今じゃないんじゃないかな、それな。この後に撮っとく。あ、またいた。やばいやばいやばい。強いんだわ。よし。もう先行っちゃおうかな。倒さなくてもいいんじゃない。よし。あ、痛い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 ですから。あ、あ、なんか爆発した。いまいちやり方はまだ理解していない。あ、なんかすごいの打ってきた人いる。いや、うん、あ、やばいやばいやばい、倒れちゃう。いやー、倒した倒したね。よし、いいんでない、いいんでないかい、これでね。 OK。 どこ行くの。あ、なんかそこにあったね。あ、違うか、こっちか。あ、また来たじゃん。よいしょ。これずっとやってたら倒せんじゃない。ほら、もうこれもう無敵パターンだこれ。ほらもう、よいしょ、もうこれ無敵パターン見つけちゃったんじゃないこれ。もうこれほらほらほら強いよ。もうこれいいじゃん。もう飛んでジャンプして打って、これ無敵じゃない。もう破壊して、破壊しまくり。ゲーム実況でも言葉遣い綺麗ですね。ありがとうございます。よし、ね、あのこのゲームが激しいからね、あの逆になるべく言葉遣い綺麗にしたいですよね。とか言ってどっかでね人格変わっちゃったりして。あ、撃たれた。顔は痛いじゃん、顔は。ああ、あ、目がチカチカしてきた。これも、あ、これなんか体力回復？はい。これ、あ、これ爆発するの？これ。あ、よくわかんない。さあ、どこ行けばいいんだい？あー、また敵じゃん。あ、やばいやばい、ちょっとやばい、ちょっと、あ、ちょっとそろそろ、あ、やばいやばい、また君かい。
すごい力入るの。これもう。よいしょ。これで投げてドン。ああ、もう忙しい。忙しい。ああ、どこから撃たれてんの？どこから来てんの？ああ、あなた。よいしょー。いや、なんか自分が、なんか上手くなったかのような勘違いするね、これ。ああ。今北産業。かやこさん、のんびりしてて好きです。はじめまして、私も行ってゲーム見てチャンネル登録しました。本当、皆さんありがとうございます。ああ、ちょっと10時になっちゃったな。今どのぐらいやったんだろう。1時間16分。ちょっとね、もうちょっとやりたいとこなんですけど、我が家も子供たちがいますんで、そろそろですね、一旦というか今日はもう難しいですね、多分。今日ずっと編集してたんですよ。キャンプ動画。なので多分、明日また新しい動画アップすると思いますんで、ぜひ、ゆるゆるキャンプ動画を楽しんでいただけたらなと思います。あ、はじめまして、親子で見てます。VR でこういうのしたら楽しそう。本当、こういうライブ配信ってやめ時が難しいですよね。続けたくなっちゃう。ねえ、またちょっとすいません。今日急にね、やって1時間ちょっとですけど、ちょっと、まあ、皆さんとこうやってコミュニケーション取れたのも良かったです。まあ、ちょっとアベンジャーズね、また近々ちょっと面白いんで忘れないうちに配信もしたいと思います。そしてキャンプ動画明日アップしますんで、ぜひご覧いただけたらなと思います。そしてコメントの方も、本当に嬉しいですし、パワーいただけるんで、よろしくお願いします。本当なんか中途半端なとこですけど、すいません、家庭がある身ですから、この辺りで今日は、終了させていただきたいと思います。それではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。あ、こんばんはって来たばっかりの人もいる。申し訳ない。また近々やりまーす。